滞在中はホームステイも設定されていました。学生は町内約30数箇所に分かれ、民家に宿泊。食べの湯田孝義さん宅。こんにちは、ってなって、こんばんは。はい、どうぞどうぞ。はい、来ました。こんばんは。こんばんは。はいはいはい。5人の女子が泊まります。こんばんは。こんばんは。こんばんは。じゃあ、孫ね。孫ね。ここは3人 ?4 人 ?5 人。5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 人。はい。はい。インドの料理も作りました。あ、ヨガート、ヨガートで、ヨガートとケチュップ、トマト、トマトケチュップ、トマトケチュップ、はい、で、うん、そのままでも、あ、そう、そのままで、はい、そのままでも食べる、はい、あと、豆腐は使うんですか？スプーンとかフォークとか、スプーン、スプーン、でも、うん、で、手で食べる、うん、うん、はい、ね、一番上のラップラップ、はい、皆さんそうしてジュースみんな回して。フルーツジュースです。チーズ。じゃん。今はホストファミリーにいます。お父さん、お母さん、お母さんで、おばあさんで、そして可愛い子供。ホストファミリーのお父さん、お母さんも日本語で話ができ、気持ちが通じます。私はアヌと申します。インドから来たネル大学の学士課程の3年生です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。いろいろな日本料理を味わっています。とても美味しい。とても美味しい。塩江の湯田秀晴さんたち、除雪機を体験しました。冷たい雪でも楽しい体験でした。学生らは日本の文化に触れ、お父さんやお母さんと話すのが楽しかったと話していました。一番おいしい、おいしい、そう、はい、一番おいしいです。はい、これは日本でごまするつもりそうじゃないの？そんなことしているのです。インドでオッパマと申します。インドでウパマと申します。ウパマ、ウパマ、ウパマと申します。これもインドの料理です。これどうやって締める？やっぱりこちらの分でもちゃんとお友達を連れて、ここに来る理由はここが、これは私の出身地のです。あ、そうか、はい、ジェイプールという出身地、ラスタン出身地のです。これ何、これはね、お母さんは中に、部屋に、行くぞ、はい、あ、ちょっと待って、おっと、これダメだ。いや、行きまよ、はい、はい、下手の長段に、これです、これです。あ、はいはいはい、はいはい、1点、はいはい、下手の長段に行くよ、はい、鬼に金棒、おお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 ね、最終日、これまでの感想とインドに帰ってからどんなアクションを起こすかを発表する日です。日本のために記事を書きます。ワークショップでいろんな人に話します。 Facebook で安全を伝えますなど多くの提案がありました。日本に来てからアミヤさんは発表したいと思います。アクションプランについてニッタさんが発表したいと思います。じゃあ今から情報について2011年3月11日において日本で大きい地震が起きました。地震とそれに続く津波によって大勢の人が被害を受けました。
福島原子力発電所で。会場の皆さんも真剣に聞きます。世界中の人々が日本へ行くことを恐れたそうです。外国への輸出が減りました。被害が起きたところは主に東北で、福島も大きい被害を受けたことを知りました。それで、それから人々の気持ち、このニュースを見て世界中の人々は悲しくなったと思います。日本人は優しいのに、なんでこんなひどいことが起きたのだろうか。インドに住んでいる人は平静さと勇気を示しました。今は混乱しているけれども、必ず復興します。私たちはいろいろ日本人に会って、日本人の気持ちが分かったと思います。当日起こった地震について日本人から話を聞いて、そのことを想像できたと思います。建物も強く建てられています。福島に健康すること、福島の食べ物はとても安全です。折り紙とか生け花とかすごく人気なもので、海外でも、人気なもので、そんなワークショップを開いて、そこで福島のことをみんなに伝えていけば大丈夫なのかなと、そんなことをしたいと思います。はい、ブログポストとかインターネットで、すごくこの町にはいつか津波が来たという後は優しく見られないが、その津波で残された被害者たちと直面したとき、厳しい自然のもう一つの面に手がしました。しかし何があっても過去を過去に置いて前向きに向かっている日本人、人生の新しい始まりで前よりも強くなっている日本人、彼らの笑顔と希望をインドへ持って帰りたいのです。人生は一瞬先は闇だから、そのため何よりも大事なのは精神的な覚悟です。こういうことは日本人みんなに教わりました。絆というこのプログラムに参加できたことは光栄と思っております。福島の人々の上機嫌な心をお土産としてインドに持って帰りたいんです。日本人の皆様、福島の皆様、南会津の皆様、いろいろありがとうございました。学生の真剣な取り組みに感心し、自分たちも行動をと感じた取材でした。